こんにちは、モンチーパンダチャンネルのモーさんです。理科室でトンボ玉を作ろう、動画ナンバー3、ブンゼンバーナーをご紹介します。ブンゼンバーナーのことやガスホースのつなぎ方などを説明していきます。ブンゼンバーナーでは必ず炎の上の方でガラスを溶かしてください。炎の下の方にガラスを入れるとすすが入ってしまいます。左が都市ガス用、真ん中がプロパンガス用、右が都市ガスプロパンガス兼用です。理由はわかりませんが、プロパンガス用のみパイプが一重です。プロパンガスについてですが、プロパンガス用のバーナーはプロパンガスで使うのが一般的だと思いますが、 CB 缶でも使えます。 CB 缶とはカセットボンベのことです。スーパーやコンビニ、100均などで購入できる燃料です。動画ナンバー9では、プロパンガス用のバーナーを CB 缶で使う方法を紹介しています。プロパンガス用のバーナーはCB 缶でも使えることを覚えておいてください。ブンゼンバーナーの構造を見てみます。代表してプロパンガス用のパイプを外します。ネジを緩めたときに、3箇所から空気を吸い込む仕組みになっています。上のパイプを回すと隙間ができます。この隙間から空気が入っていく仕組みです。上を空気調整ネジ、下をガス調整ネジと呼びます。ガス調整ネジ側の中心にガスが出てくる穴があります。ガス調整ネジを回して外します。先ほどの穴です。この穴がガスの通り道です。この針先が先ほどの穴を塞ぐとガスは止まります。針先がガスの量を調整する役目をします。ガス調整ネジを元の位置に戻します。ネジを締めていくと先ほどの針が穴から見えてきます。針先が見えました。針先が穴を塞いでいるときはガスは出てきません。ネジを回すと穴を塞いだり開けたりできます。これでガスの量を調整します。再びガス調整ネジを外します。ガスホースを接続する口です。ここからガスが入っていきます。こちらが針部分です。ガスはここへ出てきます。針の方からライトを当てると、ガスホースのつなぎ口につながっていることがわかります。光が見えます。ガスホースをつなぎます。コックを開いて点火します。ガスが通っていることがわかります。コックを閉めて消します。ガス調整ネジをはめます。コックを開きますが、針が穴を塞いでいるので、ガスが出てきません。よって点火できません。ガス調整ネジを回して、穴に隙間を作ります。隙間からガスが出てきたので、点火できました。ガス調整ネジを締めると、穴の隙間がなくなり、ガスが止まります。このようにネジを回してガスの量を調整します。再度点火します。今度はコックを閉めて炎を消します。パイプをつけてすべて閉まっている状態にします。今から点火しますが、ガス調整ネジのみ回します。空気調整ネジも同時に回っているように見えますが、これは空気調整ネジを緩めていることにはならないので気にしないでください。コックを開いてガス調整ネジを回しながら点火します。
空気調整ネジはまだ回しません。ガス調整ネジのみ回して点火します。次に空気調整ネジを緩めて空気を入れます。この隙間から空気が入っていきます。先ほども紹介しましたが、ここから空気が入っていきます。ガス調整ネジが動かないように指で押さえておきます。空気調整ネジのみ回して空気を入れます。では実際の作業です。ガス調整ネジを押さえながら空気調整ネジのみ回して空気を入れます。こんな感じの炎で作業をします。左が都市ガス用、真ん中がプロパンガス用、右が都市ガスプロパンガス兼用です。基本的に構造は同じですが、少し違う部分があります。ガス調整ネジを外します。ガスが出てくる穴の大きさが違います。都市ガス用が一番大きく、プロパンガス用が一番小さいです。火力についてですが、都市ガスとプロパンでは、都市ガスの方が強いようです。都市ガスの方がガラスが早く溶けます。左がコック付き、右にはコックがありません。点火・消火がすぐできる左側のコック付きのバーナーがおすすめです。右側のコックが付いていないバーナーですが、モーさんはガス調整ネジのみを回して炎を消します。空気調整ネジには触らないようにすると次の点火も素早くできます。コックなしバーナーに点火します。ガス調整ネジのみを回します。空気調整ネジには触らないようにすると点火が素早くできます。このような取り付け口をゴム管差し込み型と言います。名前のごとくガスホースを直接差し込むことができます。ゴム管差し込み型の元栓とブンゼンバーナーをガスホースでつないだ状態です。プロパンボンベからつなぐ場合です。このボンベは5キロボンベです。5キロボンベとは中身が5キロです。総重量は12キロぐらいあります。昔はプロパンボンベを足元に置いて作業するなんて話をよく聞きましたが、最近は配管設備を整えていないとガスが購入できない場合もあるようです。ガスの事情はお住まいの地域やお店によって異なるようです。圧力調整器をつけて使います。圧力調整器のネジは普通のネジと逆方向です。左回しで締めます。圧力調整器をつけました。圧力調整器の先端もゴム管差し込み型なので、直接ガスホースをつけることができます。ブンゼンバーナー側もゴム管差し込み型です。ガスを出します。これで炎がつきます。改めまして、画像はゴム管差し込み型です。ガスホースを直接つなぐことができるタイプです。しかし、こちらのような元栓の場合は、直接ホースをつなぐことができません。このような元栓をプラグ型と言います。プラグ型の元栓にホースをつなぐ場合は、ガスタッチをホースに取り付けます。ガスタッチはホームセンターでも販売しています。ガスタッチをつけると、ワンタッチでホースの脱着が可能になります。こちらもプラグ型です。先ほどのプラグ型と外観は違いますが、取り付け口の形状は全く同じです。こちらのタイプは、最初に開けた扉がボタンになっていて、そのボタンを押すとホースが外れる仕組みになっています。ガスタッチはホームセンターなどでも販売しています。先ほどホースにつけた部品は2番です。L 字タイプとストレートタイプの2種類がありますが、
これはストレートタイプです。パッケージの見方ですが、左上に1と書いてあるので、この商品は図の中の1になります。1は2つありますが、図の周りが黄色になっている方の1です。商品を選ぶときは、左上の番号だけではなく、黄色になっている図も一緒に確認してください。ガスタッチについてこの図を見ながら説明します。1番と4番がそれぞれ2つありますが、これは取り付け口が違うだけです。4番の部品で説明します。4番の部品2種類が並んでいます。左側が取り付け口がゴムになっているタイプです。バーナーにつけて使う部品です。右側は取り付け口がワンタッチ式です。同じくバーナーにつけて使う部品です。このように取り付け口が違うだけで、用途は同じです。1番の部品を紹介します。1番はゴム管差し込み型の元栓をプラグ型に変換する部品です。ゴム管差し込み型の元栓に1番の部品をつけると、プラグ型として使えるようになります。右手に持っているのが1番の部品です。この部品をゴム管差し込み型の元栓に接続すると、プラグ型として使えるようになります。こちらも同じです。ゴム管差し込み型に1番の部品を接続すると、プラグ型として使えるようになります。ゴム管差し込み型に1、2、3、4の部品を取り付けてみます。1、2、3、4の部品が並べてあります。これをつなげていきます。ゴム管差し込み型の元栓と1番をつなぎます。次にホースと2番をつなぎます。ホースの先に3番をつなぎます。4番とバーナーをつなぎます。1番と2番を合体します。ワンタッチで脱着できます。3番と4番を合体します。これで完成です。今つなげたものはこちらです。1、2、3、4の部品を使いました。ゴム管差し込み型の接続例です。1、2の部品のみでつなぐこともできます。3、4の部品のみでつなぐこともできます。ガスタッチを使わずにホースのみでつなぐこともできます。以上で1、2、3、4の部品についての説明は終わります。続いて下の部分を説明します。下にも4番の部品がありますが、下の4番は上の4番とは全く違う部品です。まずガスコードから説明していきます。こちらがガスコードです。ガスコードはホースの両端に接続口が最初からついている一体式のホースです。このホースは金額も高く、好きな長さに切れないので、ガラス細工のバーナーに使われることは少ないと思います。元栓側はプラグ型です。ガス器具側はこの動画の中で初めて出てくる言葉ですが、スリムプラグ型と言います。スリムプラグ型とはガスストーブなどの接続口に使われている形式です。こちらがスリムプラグ型です。ガスコードをスリムプラグ型に差し込みます。バーナーはゴム管差し込み型です。ガスコードはスリムプラグ型です。形状が違うので、バーナーとガスコードをつなぐことはできません。ガスコードとバーナーをつなぎたい場合は、4番、機器用スリムプラグを使います。こちらが4番、機器用スリムプラグです。この部品はストーブと同じスリムプラグ型の形状です。この部品をバーナーに取り付けます。バーナーとガスコードをつなぎます。これでガスコードをバーナーにつなぐことができました。これで図の下の部分、
ガスコードとその周辺についての説明を終わります。元栓がプラグ型の接続例をお見せします。2番の部品のみでつなぐことができます。2番、3番、4番の部品でつなぐこともできます。こちらはガスコードをつなげた場合です。こちらはゴム管差し込み型の元栓にガスコードをつなげた場合です。ガスホースにはプロパン用、都市ガス用があります。ホースは切り売りしているホームセンターもあります。今回紹介したガスタッチには、ガスが流れる方向が記載してありますので、方向を間違えないようにご使用ください。ガス関係のものを購入するときは、必ず都市ガス用、プロパンガス用、どちらなのか確認してください。最初にお伝えした内容ですが、最後にもう一度お伝えしておきます。プロパンガス用のバーナーはプロパンガスで使うのが一般的だと思いますが、CB 缶でも使えます。CB 缶とはカセットボンベのことです。スーパーやコンビニ、100均などで購入できる燃料です。動画ナンバー9では、プロパンガス用のバーナーを CB 缶で使う方法を紹介しています。プロパンガス用のバーナーは CB 缶でも使えることを覚えておいてください。これで動画ナンバー3、ブンゼンバーナーを終わります。理科室でトンボ玉を作ろう。モンチーパンダチャンネルのモーさんがお送りしました。ではまたお会いしましょう。